はい、始まりました、もてつチャンネル。さあ、今回はですね、トイック満点じゃなかった結果を破り捨てていく動画になります。はい、まあ一気にトイックのね結果公開していくんですけども、まあもう紙じゃなくてデジタルの方で見れるんで、もうそれで公開はしてってるし、そもそももう長尺の動画で皆さん僕のトイックの結果なんかもう見てくれないので、ショート動画で流れちゃってますので、まあ一気に見ていこうかなと思います。アビリティーズメジャーともね、発表しながらいこうと思います。まあ最近のトイックはねやっぱねむずすぎるんで取れないっす、なかなか満点なんで、もうズバズバズバっとやっていきますね。はい、ちょっとね、剣士で舌を噛んじゃったんで、はい、滑舌がすごく悪いと思いますが、やっていきたいと思います。で、前にさ、数学系の YouTuber たち撮った時にさ、言われたんだよね。よくトイックの結果破って炎上しないですよねって。僕らがやったらとんでもないことですって言ってた。数学系のなんか試験受けたりして、満点じゃなかったって破り捨てちゃったら大炎上しますよって言われて、そうなんだって思って、ちょっと感覚がよくわかんないんだよね。だなんかほら、カードとかさ、破り捨てたらそれはなるだろうけどさ、ちょっとこの間、ライブのね行ってきたビジュアルカードで、このカードを例えば破り捨てたりとかしたら、そりゃライブファンはブチギレでしょうけど、トイックのでなんのかなと思ってね。まあとりあえずいっぱいあるので、もうどれが何回のかも全然わかんないし、順番通りに出てきてくれればいいなと思いながら、はい、とりあえず開けていきます。そもそも何回目なの、もうトイック満点それすらわかんなくて、この間も出したいんですけどって言われた時にわかりませんって言っちゃったんだよね。もうずっと出してないね動画、やっぱそれぐらい久々だ。114回目の満点って言ってるな。114回、じゃあ次が115ってことですかね。とりあえず開けていきます。1つ目、はい、第356回ですね。はい、356回の結果は980ですね。おー、なるほど。アビリティーズメジャーと行きましょう。はい。あ、リスニング100、100、100。あ、全問正解。リーディングは、はい、こちら。194、100、195。あー、語彙と具体的な情報か、2問かな、間違えたの、多分。それでもね、980になっちゃうってね。はい、次、第354回ですね。はい、354回の、あ、これ6月4日って書いてあるわ。結果が、はい、985。あら、惜しかったね。リスニングが195 100 100 100、ね、一問ミスですね。まあ、リスニングはだいぶ間違えても満点出るからね。はい。で、リーディングが195、100、100、100。もったいないね。っていうか、むずいね。全問正解じゃないといけない回だ。これ一問ミスだから。だからね、簡単な回ほど難しいんだよね。これ全問正解しなきゃいけないからさ。マークミスもよくするしさ。いや、これは惜しかったな。はい、どんどん行きましょう。続いて、第352回、5月26日。ちょっと過去に遡りますね。はい。順番めちゃくちゃ、どこにどう保存してあるかわかんないんで。はい、結果行きましょう。はい。985! おぉ。985点で、アビリティーズメジャードは、まずリスニング 194-100-100-100 ということで、まあ1問ミスでしょうね。はい、リーディングが、こちら 96-94-100-100-100。 あー、まあ2問ミスかな。ということで、はい、もうだんだん雑になってきて、はい、次々行きましょう。続いて358回の結果、7月13日ですね。結果は満点です。はい、これは動画にしてる気がする。358回の結果はショート動画にしてたと思いますね。114回目の満点がこれですね。はい、リスニング100100100100。あ、全問正解だ。おお、素晴らしい。続いてリーディングが、
96、100、97、100、100ですね。はい。だ1問ミスでしょうね。この96と97が連動してる可能性がありますね。多分1番目と3番目が連動してる。1と2は連動しないもんね。推測と具体だから。だ前のやつが2問間違えてたのか。ということで。危ない！今普通に破ろうとしてた。満点は破んないんだよ。ああ、ちょっとぐちゃぐちゃになってた。ちょっと、やば。危な。そのまま逆さか行っちゃうとこだって危ねえ。はい、次。360回ですね。はい。7月28日の結果は、こちら。はい、満点でございました。よかった。これが115回目ですね。はいはい。さっきの114だから。はい。で、アビリティーズメジャーとか、これが100、100、100、96、100ということで、リスニング1問ミスですね。で、リーディングが95、100、97、100、100。これもおそらく95と97っていうのが連動してるやつですね。はい。だから1問ミスだと思いますね。なるほど。ということで、115回目の満点でした。いや、思ってたの違った。もっとなんか、ビリビリビビって全部バー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 って破いていくのかと思ったら、5回中2回は満点取れてたんですね。そんなことすら覚えてなかったわ。これは、ここに散らばってますけど、こういうのが本当は炎上しちゃうのかな。片さなきゃ。はい、お片付けしなきゃいけないやつですけど、まあやっぱ最近の難しいよ、トイックは。本当にこんなに難くなってどうすんのって思ってますよ、自分自身。今後ね、トイック本当どうなっていくんだっていうのをね、思っておりますが、まあ来週もはい受けますし、ぜひともね、トイックエッセンシャルズ出てますんで、僕の対策動画です。そちらぜひ見てください。はい、もう口を酸っぱくしていたい。売れなきゃ困る。やっとね、黒字にはなりましたんで。今、どれぐらいいるのかな？受講してくれてる方。買い切りですからね。何回も買ったりする必要ないですから。多くの方々に見ていただいておりますんで。認証コード入れろの、ちょっと、見れないや。まあ、多分、はい。何人の方がね、受講していただいてるのか、はい。出ておりますし、まあ、皆様からのね、お声もいただいて、やっぱトイックがわかんない方だったり、運営してる人もね、トイック知ってるわけじゃないので、誤解が生まれてて、違う違うこうなんですよっていうのが起こったりとか、あとはそうですね、システムですね。やっぱりオンラインのものとかってわかんない人も結構いるので、その辺の Q&A 的なものとか説明するものとかっていうのも随時、ね、このホームページアップしていって、もっと使いやすくなっておりますので、これがわかんない、あれがわかんない、ログイン方法がわからない教材、どうやってダウンロードするのわかんないよとかっていうのもね、はい。今は説明載ってますので、ぜひともやってください。いろいろ大変なんですよ。これドル建てのシステムだから、皆さんが購入した時の為替と、振り込まれる時の為替、2回で為替のやつ引かれてるしさ、もうね、意外と大変。手数料があったり。もう、思ったようにはね、なかなか物事うまくいかないんですけど。はい、ぜひともお願いします。そちら買っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 よかった、2回取れてた。115回。